ちは。トムサイキングです。お願いします。今日は、はい、ヨピさんのハーフエベレスティングに挑戦です。はい。エベレスティングというのはですね、世界で一番高い山エベレスト、はい、この8848メートルと同じ標高になるまで、繰り返し峠を登るというチャレンジになっています。それに挑戦するにあたって、まずですね、今回はハーフエベレスティング、はい、4424メートルになるまで同じ峠を繰り返し登りたいと思います、はい。まあ、こんだけ登るっていうのは実装では初めて経験になるので、まあ、自分でも完全に未知の領域です。初めてヒルクライムできた時っていうのはすごく嬉しかったですし、初めてヒルクライムのレースに出た時は今まで感じたことのない達成感を味わうことができました。こうやって初めてのことに挑戦するっていうのはすごく楽しいことなので、まあ、今回もその楽しさを味わうために自分がどこまでできるかチャレンジしていきたいと思います。選んだコースなんですが、約3キロ、2.97 キロですね。約3キロのコースで、293メートル登るというコースを選びました。はい、でここをですね、まあ、16回登ればハーフエベレスティング4424メートルに達成します。霧がすごいですね。あと今回この峠初めて登ったんですけど、まあ、約3キロの平均勾配が 9.8%、 かなりきついです。さあ3問目いきます。雨が降ってきちゃったよ。こんなに早くから雨降る予定じゃなかったですけどね。28分。3本目、はい、終わりました、はい、あと13。疲れはどうですか？1時間半って言ったね。疲れはないですね。お、ただいいね。なんかここ勾配がだんだん上がってくる、最後に向けて、うん、最後のね 1.5 キロぐらいがすごいきつい。あ、うん、なんか膝にやっぱ力が入りやすくなっちゃうから、うん、そこがちょっと懸念点ですね。なので体はめっちゃ元気、膝だけ心配なのは。7本目です。まだね、体はあれトミさんずっと一緒に登ってくれるの。お、ありがてえ。
でした。雨が強くなってきた。さあ、いよいよ折り返しの9本目になります。これを登れば半分終わり。よし、山の天気はどうしても変わりませんね。ここまで頑張ってきましたけれども、今回9本でやめようと思います。ちょっとね、雨が予想以上にひどくて、ずっと雨だったんですけど、なんか天気予報を大幅に裏切る豪雨と豪雨ってことではないけど普通にしっかり降る感じです。しっかり準備してきたつもりでした。雨には勝てません。勝てないですね。またね、天気がいい時にチャレンジしたいと思います。ただね、結構今回のでね、意外と結構掴んだところは掴んだので。そうだね、あの晴れの日にもう一回やりたいです。だね、はい。悔しいな。雨ばっかなんだよな、ね、体はまだいけんだけど、もうしょうがない。はい、はい、じゃあまた頑張ります。頑張ります。ご視聴ありがとうございました。トムゼングリーンでした。よし、じゃあ行きます。